えー、こんにちは、速乾塾の久保です。まあ皆さんはですね、この日本で年間で1000人以上の子供たちが行方不明になってるっていう事実、ご存知ですかねここに書いてますけども、警察庁の統計によると、全国の行方不明者は年間8万人に上るんですよね。そのうち、なんと9歳以下の子供が1000人以上もいなくなってるんですよ。なんで子供たちはね、突然消えてしまうんでしょうかそして、 残された親たちはどうすればいいのか。今回この記事には2件の行方不明に迫っているんですけども。まあね、ここにもちょっと書いてあるんですけども。誹謗中傷も被害者に届くんですよ。ね。年間約8万人の人が消息不明になってしまう。こんな恐ろしいことがこの国で起きてるんですね。この数字は日本全国の警察に届けられる行方不明者の数。つまり、 届けられていない人を考えると、実際はもっともっと多いのかもしれません。警察庁によると、統計が残っている昭和31年以降は年間8万から11万件を推移していたが、平成18年以降は8万件台が続き、直近の令和2年は約7万7千件ということなんですよ。この行方不明の中には、まあ自らね、例えば若い女性が SNS で知り合った、よくわかんないね、 気持ち悪い男性に誘われて出かけていってそこで悲しみに遭うみたいなこともあると思いますけども片方ではね何ですかねあのプチエンジェル事件みたいな感じでまあそういった性的被害ですとかねそういうふうなまあ裏風俗コンテンツなどに強制出演させられてそのまま行方不明になってしまうとか他国にある拉致っていうのもあるかもしれませんし。 その新潟ではね、9歳の女の子を9年間にわたって監禁していたみたいなこともあったりとか、ほんと媒居にいとまが,がないわけなんですよ。で、今回この記事に書いてあるのは、1日あたり200円以上の届けがなされているという計算なんですよね。もちろんその中には、後日消息が明らかになったとかね、両親のもとに帰ってきたっていう例もあると思うんですけども、どちらにしてもね、1000名以上の9歳以下の子供たちが、 行方不明になったまま帰ってこないっていう現実が私たちの暮らしているこの日本身近なところで起きてるってことなんですよ。ね、年間1000人ですから1日3人の小さな命が闇に消えてるってことになります。消息不明です。1999年に新潟県三条市で女児当時9歳が行方不明になり中年男性によって9年以上監禁された事件。 ね、これも衝撃を与えました2014年に埼玉県で13歳の少女が誘拐され大学生によって2年間監禁された事件本当にこれ恐ろしいですよね加害者の方もその後の人生どうなってしまうんでしょうかで前日の統計によると9歳以下の子どもに限定すれば令和2年の行方不明者は1,055人 過去5年間は1100人から1200人台を推移しているということでいずれにしても非常に多くの方が不安と恐怖の中に、まあ、その所在を隠されているってことになりますよねえそして今回ね千葉県成田市出身の小倉美咲ちゃん9歳当時ですけども2019年9月21日山梨県のキャンプ場で突然と姿を消しました母親のとも子さん が一瞬目を離ししたたにいいななくっってしまったということでこれはね、もう片っぽでは、このとも子さんが何かね、わざと何かをしたんじゃないかみたいな心ないような投稿もあるわけですよ。で、少なくともそういうことはね、ちょっと思っていても表現しないようにしないといけないですよね。やっぱり私も子を持つ親としてですね、どのぐらい自分の我が子に意識を傾けているのか、期待をかけているのか、その安全とか健康に配慮しているのかということを考えると、 言われもなく何の予告もなく連れ去られたのは帰ってこない我が子のことを考える日々もう笑顔ななんて戻らないですよねそしてそういう被害者の方被害者家族にどう接すればいいか分かんない周りの人も自然と距離を置いていくっていう本当にね誰も良くならないわけですよでとも子さんは現在も週2回ペースで山梨県に通って情報提供を求めるチラシを配るなど活動を続けている。本当に他に他やることは もうないんですよこのぐらいしか本当私たちが被害にっった場合って手も足もも出ないんですよねもちろん更新所ですとか探偵の方とかその道の人にお願いすることもあると思いますでも費用の面でも時間的にもそして精神的にも参っちゃうわけなんですよねで10月末には自身が開設したホームページに「大切な見先へ」と題した文章を投稿し発生以来のこれまでの思いをしたためた その中で美咲ちゃんが誰かと一緒にいる可能性に初めて言及しその相手に語りかけたということなんですよねちょっと胸が詰まって私はも,もう読めないんでこの後は皆さんあのぜひねえっ、ー、とリンク先から文章を読んでいただきたいと思います、えー、今回その他にも関連記事として結構ね本当気が重くなるような事件が次から次へと投稿されてるんですよ 見てくださいこれタイトル読むだけで嫌になっちゃいますよね下着を脱いでこい下請けの女性に強制挨拶積水ハウス社員の卑怯な要求若いから仕方ないねと助けてくれなかったメディアが取り上げてこなかった避難所での性暴力ああ。いやなんとも言えないですねうん。でコメントちょっと読んでみましょうか一件だけね これは驚いた。日本は治安がいいとか、防犯カメラが多くて安心だとか言うけど、こんなにも多くの人がいなくなってるなんて。交通事故で亡くなる人よりもよっぽど多いんだから、もっと真剣に対策しないとということでございます。私たちができるのは、近所の大人たちも子供たちもしっかりと繋がることによって、そしてね、平和で仲の良い地域を作ること。よそ者が来たらね、別に色眼鏡に見るわけではないんですけども、やっぱりすぐに気づけること。普段と違った車が止まっていたよとかね。 普段と違ったた人が誰かが話していたよこういったものが私たちの、まあ、目に残り耳に残りで噂に残るようにねしていくことで地域の結束を高めてこういった事件がね起きないようにしていかないといけないのかなと思いますけども他に何かねあの解決策などアドバイスなどありましたら、えー、皆さんで共有したいと思いますので、えー、コメント欄などで教えてください。なんともねなんとも言えない事件ですよ。う 何とも言えないですね本んとはいちなみに今ね神田さんですかなんかな女優の方がお亡くなりになったということで自殺他殺の両面で調べているそうですね若いまだこれからの方がこうやって いきなりね、その人生を下ろしてしまう、幕を下ろしてしまう、非常に悲しいことですね。はい、えー、じゃすみません、あのあまりいいニュースがお届けできないとい申し訳ないんですけども、うん、これも私たちが暮らしているこの世で起きている現実ですね。